こんにちは、あるいはこんばんは、岩根院長です。はい、今日ね、ちょっとこれ長くなりそうなので、動画にいただいたコメントだったんですけども、24時間以内だったんだけども、ちょっと、これは動画にした方がいいかなっていう。はい。ちょっと説明長くなりそうだったんで、はい、動画にして答えたいと思いますね。骨鳴らすことに何の意味あるのっていう動画に来た質問です。はい。まあ、こういうね、動画にしたくなっちゃうようなね、コメントをいただいた場合は、ハートマーク差し上げます。はい。このコメントをちょっと読ませさせていただきますね。超素人の質問で申し訳ないのですが、頸椎や脊椎は右左にと連続に精通してもなぜ関節がなるのですか。例えば手足の指や、手足首の関節を鳴らした際はある程度時間が経たないとなりませんが、首や腰の関節は右と左で連続で鳴らすことができます。この違いが理解できなくて質問させていただきましたということですね。はい、これはね結構わかりやすいかと思うんですけども、まあ、骨そのものはなってないっていうのはこれ前提です。はい。骨の中の関節を包む膜の中の水圧の変化でなってるっていうのが主な理由と言われています。キャビテーション現象っていうのの元ですね。で、これでなんで右と左でなるんだっていう。こういうとこだともう一回で終わりじゃないですか。こっち行って、ね。いっぱい、もうこれで終わりですよ。うん。まあ、そんなもんですよ。で、肩とかなったらもう一回で終わり。腰と首だけ2回になる。重いね。これ何かっていうと、ここ背骨があるじゃないですか。の横の脊柱起立筋っていうかまぼこ状の半円状の筋肉がこう背骨の横を通っての首の上まで。でですね、右側にねじった時に鳴る場所は右側がギュウギュウにくっついてる時。で、左側がギュウギュウにくっついてる時はまず逆の時にもう1回鳴るってことなんですよ。これがねじれがひどければ片方しかならないです。片方だけ爆音が鳴ったりとか、鳴る本数が違ったりとかすることもあります。これがね、要するに2本のある筋肉1本ずつに作用して骨が鳴ってるんじゃないから2回起こるんですよ。で、背中だと1回ずつですよね。この抱きかかえで1回、膝入れて1回っていう鳴り方になるんですけど、それはもうね、縦にしかいけないから、ねじって鳴らすことができなくて縦の刺激で鳴らすんで、これは1回1回なんですよ。で、首だと、このひねりでかかる筋肉のねじれっていうのが右と左で違うんですよ。なので、左右で2回になるんですね。どうこれ。結構いい解説じゃないかな。ただね、あくまで、仮定の話です。なぜかというと、その明確にボキボキなってる音の理由は医学的に説明しきれてないからなんですね。はい。まあ、おそらくそうでしょうということなんですね。多分でもね、このね、質問いただいた方はおそらくセルフボキラーなんじゃないかなと。はい。思いますよ。なぜならばですね、手足の指、まあ手足の指ってあるのは手首、足首。関節を鳴らした際っていうのはなかなかここを鳴らす人いないからね。そう、だから一方方向にしか鳴らなくて全体が緩んじゃうところは一回しか鳴らないんですよね。で、これちなみにね、こうチャージさせるみたいな感じで、足首とかも鳴るかな、鳴らないな、うん、チャージさせて鳴らすみたいな感じでこうやるんですよ。時間が経ったらまた鳴るみたいな。今これ聞こえた、足のここのところがゴゴゴって鳴ったんですけど、こういうさことをやってると、その関節周辺が緩みすぎちゃってですね、位置を保ちづらくなっちゃうので、あんまりお勧めしないですよ、ジムで鳴らすのはね。はい。ということです。まあそうだね、まあ自分でね、こうひねってもらうとね、左右でこうひねったときはこっち、こうひねったときはこっちっていうのがかかる差が出ると思うんだよね。こう2本の脊柱起立筋にかかる負担がこう変わるんですよ。で、腰ももちろんこうしてこうしてで、かかる位置がこう変わるんですね、ひねった。それだと分かりやすいかもしれないですね。自分でこうやって回してみれば、右側の方が強くかかる、左側の方が強くかかる。まあ、そこで、まあそういうことです。2回になるってそういうことです。そう。まあ、でもね、なんか、僕の場合はね、これで、今ちょっとさっき動画の間に鳴らしたんだけど、
これで一回鳴って、ここが鳴るんですけど、これで鳴って、これでも鳴るんですよ。今ちょっとメリって言いましたけど、こんな音が。でこれはね、やっぱ、剣を飛び越えてる音も混ざってますよね。はい。まあね、不思議だし気持ちいいし、鳴ると隙間ができて動きが良くなるんでね、やりたいのはわかるんですけど、自分で鳴らすのはお勧めしませんからね。はい、ご理解いただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。